いい加減にしなさい、二人とも。カカシ、確かにルールや掟は大切だが、それだけが全てじゃないよ。教えたろ。状況に応じて臨機応変に対処しなきゃならない時もある。別れる前に、もう一度だけ言っておくね。忍びにとって何より大切なのは、チームワークだよ。